こんにちは、バイオリン弾きの卑弥呼こと原田真帆です。この動画では手のサイズとバイオリン奏法の相関についてお話ししたいと思っています。手のサイズ、人によっていろいろありますよね。私は自分の手のサイズが小さい方だと自負しています。ですが、私は上背があるもんですから、手が小さいと言ってもなかなか信じてもらえません。実際上背あるいは、身長ですね、それから腕の長さがあることでかなりバイオリン奏法で得をしてきた部分はあると思うんです。ただ私にとっては手が小さいことはなかなか不便なことでもありました。この動画ではそういった自分のサイズとの折り合い方、付き合い方ということについて話していきたいと思います。その手のサイズと申しましたけれども、小さいというのは自認です。で、客観的データで考えるとどうなのかということについて軽く触れておきます。まず手の大きさっていうところの言葉の定義から考えたいんですけれど、一口に手の大きさといってもいろいろあると思います。横幅なのか、それとも縦の幅なのか、あるいはどれくらい開くかなのか。バイオリンを弾くときということで考えると、指の長さであるとかどれくらい開くかってことの方が影響があるのかなとは思うんですけれど、ここのところ詳細なデータがないので正確なことは分かりません。もう体感の話になってきてしまう。私の一つの夢としては、この辺をデータ化できたら、研究できたら面白いだろうなっていうのはあるんですけれども、今話せることとしてはこういったことはバイオリン奏法の歴史の中ではもう体感で語られてきたことだということです。で、さらに申し上げますと、このサイズだから弾きやすいとか、そういうシンプルな話ではないと思っているんですね。例えばこんなエピソードがあるんですけれども、私が10代の頃に師事した先生は私よりずっと小柄な方で、手のひらをこうやって合わせて比べたら先生の方が手が小さかったんです。ところがですね、先生手がよく開く。私はピアノの鍵盤でいうと8度がせいぜい、9度もギリギリ届くんだけど、ちょっと実際の演奏の中では使い物にならないかなという感覚です。ところが私より手が小さいはずの先生、10度さらっと届くんです。先生ご自身で手の柔軟性が自分はすごくあるんだとおっしゃってました。こうやって手を比べると、その手のひらとかのサイズも含むから、指と指で比べたらまた長さの大きい小さい違っただろうなとも思うんですけれども、そういうわけで手の横幅縦幅を比べて、じゃああなたの方が手が大きいから、広い音程にリーチするのが簡単だろうとシンプルに言える話ではないっていうのは、ここで明言しておきたいという前提を踏まえた上で、ただ念のためデータを参照しておきましょう。こちらは1980年代のアメリカ軍のデータなんですけれども、人々のいろいろなボディパーツのサイズを測ったデータっていうのがあるんですね。で、その中から手にまつわるサイズを抜き出してきたものです。このハンドブレスというのは人差し指の根元から小指の根元までの幅のサイズです。で、こちらが女性のデータ、男性のデータってことになってるんですけれど、グレーが平均で、次の段が採取したデータの中で最も小さいもの、続いて最も大きいものとなっています。その下はハンドレングスということで、これはちょうどそうですね、生命線の先っていうんですか、手首から中指の指の先っぽまでの長さですね。こちらも平均と一番小さかったデータと一番大きかったデータを並べています。で、括弧書きがセンチなんでね、こちらを参照していただけると分かりやすいかなと思うんですが、例えば私の場合にはこちらのハンドブレス、人差し指の根元から小指の根元の距離測ってみましたらですね、だいたい 7.5 センチでした。平均を下回るくらいかなという感触です。で、続いてハンドレングス、こちらはですね 16.5 センチでした。こちらも平均よりやや小さいかなという感触です。
ただ平均と言いますのはね、この大きい方のデータに引っ張られて往々にして中央値よりは上に引っ張られる傾向にありますから、平均はそんなにこう気にしなくていいかなとは思うんですけれども、まあ私のハンドサイズで言ったら大きい方よりは小さい方に近いと言えるのかなと思います。このデータ見ますとですね、大きい方のデータの方結構手が大きいなというか、例えば手の大きい女性が手の小さい男性よりはるかに大きいことはご覧いただけると思うんですけれども、ですからね、こうジェンダーでサイズ分けするのもあんまりこう理にかなってない感じはあるんですよね。女性の平均値より小さい手を持つ男性っていうのもかなりいるっていうのが見て取れるわけですよ。だからまあ男女で分けるのにあんまり意味はないかなとは思いつつ、ただまあ言っても女性の方がデータが小さいっていうのはあるので、まあ、女性と呼ばれる側の人の方が小さい手を持つ人の割合が高いとは言えるんですよね。あとね、人種で分けるのも同じくらいナンセンスなんですけれども、ただ一応80年代のアメリカ人のデータってことで、また現代の日本の人たちのデータっていうのもこういうのとは違ってくるかなという感じはするんですけれども、まあ参考までということです。そういったわけで割合小さな手を持つ私なんですけれども、ですから楽譜を前にした時にたまにムカつく時はあるんです。こんなん届くわけないやん、そりゃパガニーニは届いたかもしれないけどさと思って、私には届かないのよとムカつくことがある。つまりその音楽は not for me って感覚になるんだけど、この手のサイズっていうのは変えられないので、どうにか折り合っていかなきゃならない。ところでね、そうやってやれパガニーニのこのカプリス弾くにはちょっと届かないんだよとかいう出来事があると、届かない側の人間としてはこんなネガティブな考えがよぎるわけです。パガニーニのこのカプリスも弾けないなんて、私はもうバイオリン弾きとしての資格がないんじゃないか、バイオリンを弾けるサイズじゃないんじゃないか。バイオリンの修行を続ける中で我々は往々にしてそういうネガティブな考えを抱きがちです。でもこうやって考えてみてほしいんですよ。私は体の大きさは楽器を選ぶ条件ではないと思ってるんです。理由を述べましょう。もし体の大きさが楽器を選ぶ条件だとしたら、そうしたら大きい体格を持つ人は必ずコントラバスを弾かなきゃいけない、チェロを弾かなきゃいけない、ビオラを弾かなきゃいけない、そういう話になってきますでしょ。でもバイオリンを弾いている大きい人だってザラにいますよね。体が大きい人が大きい楽器を選ばなきゃいけないことがないように、体が小さい人だから小さい楽器を選ばなきゃいけないとか大きい楽器を弾いてはいけない、そういうことではないと思ってるんです。だからそんな柔道を弾くのもしんどいからバイオリンを弾いちゃいけないっていうことは私は絶対ないと思ってる。現にね、私もその先ほど申し上げたように腕が長かったりとか上背があるからビオラのが向いてるんじゃないかなんて言われることあるんですよ。私ビオラ好きですし弾きますよ。だけれども違うんですよ。体が大きいからビオラを弾くんじゃないんですよ。ビオラが好きだからビオラを弾くっていう状態であるべきなんですよ。でそういうことで言うと私はバイオリンがまあ一番好きということにはなりますもんですから、バイオリン弾いてるんですけど、体が大きいからビオラ弾いてますってなんて言ったら本当にビオラを愛してビオラを弾いてる人に対して失礼ですよね。あの理由の一つにそれがあってもいいと思うんですよ。例えばビオラに興味を持ったきっかけが自分が小さい頃体格が良かったからビオラに興味が向いたんだよねとか、そういうふうにきっかけの一つになるってことはありえると思う。だけれどもそれは本人の意思であってほしくて、周りが強制することじゃない。本人がバイオリン弾きたいならバイオリン弾いたらいい。というわけでここまで私の思う体のサイズと楽器の相関についてお話ししたんですけれども、ここからは私の具体的なこの手のサイズとの折り合い方について見ていくことで、こう一つの事例をご紹介できればと思います。これはあくまで一事例ですので万人に当てはまることではございません。こういう考え方があるんだなというのを、まあもしよかったら参考にしていただいて、皆さんご自身の場合だったらどうかなというふうに当てはめて考えてください。ですからこの事例が絶対的正解ではないということはご承知おきくださいね。私の場合ですね、まあ、手が小さいと申し上げましたが、たくさん広げることが困難かというとその限りでもないんですね。
例えば私フィンガードオクターブとジュードは割合得意な方です。例えばパガニーニのカプリス17番なんていうのはフィンガードオクターブのオンパレードなんですけど、私あれは嫌じゃないですね。あるいは10度だと何でしょうね。24番の中に一つ10度を使うバリエーションがありますね。こういう場面で使うんですけれど、私これは嫌じゃない。だけどパガニーニの12番とかに10度よりもっと開く部分があって、それはちょっともうなんかこの辺の手の筋が痛いからもうちょっと嫌だと思ってる。だけど私がもっとよく出てくるもので困ってるのが5度の開きなんです。バイオリンってだいたい 1,2,3,4 使って4度の音程がデフォルトなんですけど、もう1個開いて5度を取ることがあります。こんな風に4度から5度になることがよくあります。5度を取るだけならまだいいんです。でも5度の中に何か入ってる時がすごく嫌だ。今味噌汁って弾いてますけど、味噌のシャープこれはまだいいんです。なんだけどソがナチュラルになったバージョン、私はこれが非常に嫌なんですね。でもこれ 1,3,4 で抑えるシーン少なくない。で、私は最初こう考えていました。この 1,3,4 が嫌なのは自分の訓練が足りないのだと、自分の努力が足りないのだと思っていました。ですからこういった音を取るパターンの練習をいくつもするわけですね。セブシックとかそういった基礎を鍛える本にもうそういうのだけまとめてるのあるから、そういったものを使ってこれの特訓をしようと試みたわけです。でも考えてみてください。私はね、3歳からバイオリンを弾いて音楽高校も音楽大学も出て修士も出て、そこまで行ってまだこれが苦手ってことはもうそろそろ良くないって思うわけです。私がこの考えに至ったのは修士課程に入った時なんですけれど、私がその時習った先生はこういった類の音程の時は 1,2,4 の方を使ってたんです。私その事実に気づいた時ちょっとある種ショッキングだったんですね。これいいんだ、 1,2,4 で弾いてよかったんだ。こう聞くと変な話かもしれない。だけど私がいた環境ではこれを 1,3,4 で弾くもんだっていう前提がね強かったんですよね。だから 1,2,4 で弾くのは甘えだと思ってしまった。そんなことをしたら何かこのメソッドというかセオリーに背いてしまってるんだと思ってた。 1,3,4 でできない自分のことを甘やかしているんだと思って 1,3,4 で弾けなきゃいけないって思い込んでた。思い込みって怖いですね。あ、 1,2,4 で弾いていいんだ、そう思った途端すごく楽になったのを覚えています。これだったら私4無理なく届きます。たくさん訓練をしてこれの克服を試みたもんですから、今1回だけやろうとしたらそれはできますよ。なんだけれども通常はね、私たちはその膨大な音楽を奏でている中でポッと出てきたこういう音程に対応しなきゃいけない。そういった時に流れの中でパッてこれをできるかっていうと難易度は上がるわけです。そういった流れの中でこういった音程を 1,3,4 で弾くことは私にとってあまりにリスキーだった。研鑽の結果技術が向上してできるようになることっていうのはありえると思うので、 1,3,4 のチャレンジを今も忘れてはいないんですけれど、だけれども1,2,4 を選ぶことは甘えだとは今は思わないし、自分に合ったものを選択して無理なく持続可能な指使いを選択することを今恐れません。むしろ私はこの 1,3,4 を弾いた時によっぽど手の筋を痛めそうな感覚があって、ちょっと3が痛むんですね。それで今 1,3,4 を弾くことを挑戦して手を痛めて弾けなくなる未来を迎えるよりは、今 1,2,4 を弾いてより長く選手生命を持ちたいじゃないですか。おそらくなんですけれども、日本だと
まあ、ドイツ系のバイオリンスクール流派がね強いんですけれども、そういったものだとこれを 1,3,4 で取るのだと思われるのですよ。ですからその 1,3,4 で弾くっていう環境に私はどっぷりいたんだと思うんだけど、どこまでそういった伝統を守るべきかっていうのは議論の余地、検討の余地があると思ってます。指の選択というのは時に音色の選択とニアリーイコールです。2で弾いた時と3で弾いた時、音色はかすかに変わると思います。バイオリン奏者にとってフィンガリングの選択って結構表現の大きなパートになっているものなので、ですから私たちは運指を大切にしているんですね。先生から受け継いだ運指っていうのは先人が見つけてくれた良い表現を作れるための1ルートですから、それを模倣することで私たちも学べることがたくさんある。だから最初から放棄してしまうのではなくて、一回試す価値はあると思っています。その上でどうしても not for me って思った時に、他の方法を試すことは決して逃げではないと思うんです。私はこうした 1,3,4 ではなく 1,2,4 でもいいんだというふうな考え方、つまり自分に合った指使いを選択していい、そんな風に自分を許せるようになった時、バイオリンを弾くことがより楽しくなりました。多少訓練によって手がもっと広がるようになるという部分はあるので、鼻から諦めてしまうのは少し違うと思うんですけれども、だけれども一番大切なのは手を痛めないことだと思っているので、試してみた上でダメだと思ったらそれは撤収していいと思います。人によって苦手なものっていろいろあると思うんです。私はさっきこの 1,3,4 が嫌だって言いましたけれど、この場合はこっちが単三度でこっちが長三度っていう幅になってるんですね。長三度を 3,4 で取るのが嫌だよって話で、実はこの 1,4 自体はよっぽどもっと開くんですよね、10度ができるんだから。なんだけどここで長三度を取りたくないよって話なんですよ。それは手の大きさっていうよりはむしろここの指の関係する指、この2本の話じゃないですか。動画の最初の方で申し上げた通り、手の大きさが必ずしも得意不得意と一致しないというのはこういうことなんですね。人によって動きやすい角度、動きにくい角度、どうしてもあるんです。得意な指、不得意な指、そういうのはどうしてもあるから、私が大切だと思うのはご自身のそういう特徴をつかむこと、知っておくこと、それを踏まえた上でできることできないことを検討していくっていうのがバイオリンの学習の中で必要なスキルかなと思っております。バイオリンの修行している人たちっていうのはどうしても謙虚だし研究熱心だから、できないことがあると自分の努力不足だ、能力不足だって自分を責めてしまうと思うんです。もちろんね、努力でなんとかできる部分もあるでしょうが、ありますよ。自分も努力で勝ち取ってきた技術ってあるけど、それだけではない、それが 100% でないってことを踏まえておいた方が精神的にヘルシーかなと思っています。いや、精神だけじゃない、フィジカルにも優しいですよね。その方が体を痛めつけて弾くことは健康的じゃないから、皆さんヘルシーにバイオリンを弾いていきましょう。ということで、もしこの動画面白かったよ、役に立ったよと思っていただけたら、ぜひ高評価やチャンネル登録で教えてください。それではまた近いうちにお会いいたしましょう。バイオリン弾きの卑弥呼こと原田真帆でした。